作ろうと思ってたんですけど、なんかマリネが食べたくなったので、トマトと今玉ねぎをちょっと水にさらしといて、トマトも買ってきましたので、先にマリネだけさささっと作っちゃいます。マリネなんておしゃれじゃんって思うじゃん。それな私もそう思う。マリネなんていうの作るのおしゃれじゃんってね、私もそう思うよ。マリネなんておしゃれじゃんって、作るの初めてなんだけど、マリネなんて。え、でも玉ねぎとさ、タコちょっと入れようかなと思ってて。マリネって何入れたらいいの、調味料。酢。そんなトマトを料理に使う日がまさか来るとはね、私が。酢と砂糖、何入れたらいいんだろう。でもタコもね、こんなにパスタに使わないから、タコも、タコ残り2でした。やっぱ酢だよね。うん、タコさんもパスタに使うのと、ちょっとマリネさんに使わせていただくわね。ねえ、あんなにトマト嫌いだったのに。でも私を見たら分かると思うけど、本当に味覚って変わるよねってことを伝わっててほしい。味覚ってマジで変わる。で、何入れたらいいの。でもなんか美味しそうなもの買ってきちゃったんです。私結構切っちゃうわ。でもなんか何入れても美味しくなりそうなんだけど、マリネなんて。うん、なんかさっぱりしたの食べたいと思って、うわマリネ食べようと。玉ねぎのなんかが食べたくなる。バジルない。まずパスタ用にタコ切った。なんかね、美味しそうなの見つけて買っちゃったの。これを見て、あ、マリネ作ろうと思ったんだけど、見て、絶対美味しい。かけるだけ、塩とレモンとオリーブオイル、絶対美味しくない。これに酢と砂糖入れたらなるかな、なんないかな。どうしたらいいと思う。かた。にとか言って。え、絶対うまいよな。こんなのうまいやんな。どうしたらいい。ちょっとマリネの作り方。見る。オリーブオイルでしょ。お酢、砂糖、塩。いいじゃん。できるじゃん。これで。じゃあこのオリーブオイルと、酢あったかな、塩ちょっと、砂糖結構入れるんだね。今日はパスタに、パスタも作ります。酢あるかい。あるじゃん。酢ちょっと入れてみる。
ネに巣は絶対いるわ。で、うわ、だってもう美味しそうだもん。なんかこのオリーブオイルが絶対美味しい。あ、しかもすっごいマリネの匂いするマリネの匂いって何って感じだけど、あと胡椒か。めっちゃ簡単に作れるんだね、そう考えたら。じゃあタコと玉ねぎとトマトのマリネ完成。めっちゃいい匂いするわ、美味しそう。ちょっとこれはパスタを作ってる間冷蔵庫で冷やします。なんかいいな、この料理期間ですごい発見がいっぱいある。あ、違った、一旦冷やします。ってことでパスタを茹でつつ、先にパスタ茹でないといけなかった。私今コンロが1個しか使えないので、パスタ茹でます。って言って、これでパスタなかったらおもろいよね。ありました。でもパスタはめっちゃ簡単なんですよ。オリーブオイルで、タコ、ニンニク入れて、タコ入れて、白だしで、あ、鷹の爪も入れて、白だしで炒めて、そしたらパスタ入れて、オリーブオイルもう一回入れて、レモンかけて完成わーいそう、簡単なんです、このパスタ感じなので、とりあえず早くパスタを茹でないと始まりません。でも本当だったら、いつもだったら結構炒めたとこにお湯、水入れて、そこにパスタ入れちゃうんだけど、ちょっと今日はちゃんと茹でますね。ちゃんと茹でます。いやでもこのパスタのお湯沸きタイムがロス時間よ。ロスオブタイム、ロスオブタイムよ。27日の公演来てくださいロスオブタイムっていうチームケンの新曲を披露します。やったねっていうか、今日のワンピースがもう可愛すぎて、なんかなんか女の子って感じで、めちゃくちゃ可愛くて、なんかすごい気分上がってる自分的に。ね、白だし万能ですよね。金髪見慣れてきました。でも8の日にはちょっと髪色変えようかなとか思ってるんですけど、パスタにごま油じゃないでしょ。7分だって。アプローチつけるの忘れちゃったから、みんなにやってもらおう。でもちょっと早めに
切り上げるから5分くらいでいいかな。美容室行けたらいいんだけど、行けなかったらこの色かも。でもカラーバターとムラシャンは毎日必死にしてるからこの色のまんまだと思う。パスタ折って茹でます。7分だって。5分くらいでいいや。塩マジこれだって塩どんくらい入れたらいいんだろういつも疑問に思う。え、村井さんよかったでしょ。あの泡立て方結構私天才と思ってる。ありがとう、逆に実践してくれて。5分6分経ったら教えてください。でもすることないんだよな。ねえマリネちょっと食べてみるわ。マリネ食べてみます。おお、めっちゃブクブクしてますやん。めっちゃ美味しいわ。もうちょっとオリーブオイルあってもいい。うまっ。マリネハマる。なんかこんだけ料理するとさ、お皿欲しくなる。私全然お皿持ってないんだよ。ピンクの皿と白の皿と卵焼きの皿しか持ってない。いやお皿集めよう。私料理に時間かけてつまみ…うわ待って、マリネ美味しい。てかこれが美味しい。ちょっとみんなこれ買って。これが美味しい。てかマリネ作って正解。うまっ。タコ入れたのが正解全部正解。卵焼きの皿までなんか100均で買った。100均で一目惚れしたんだけど、これは絶対卵焼きに合うと思って買ったの。これ振ってからとか言っちゃった。わあ、パスタの塩をお湯の 1% って習ったわ。確かにそんなの忘れてたよね。最近レモンとかめっちゃ好きなんだよな。なんか味覚が本当に大人というかおじさん。えマリネおすすめだって。タコと、私はタコ入れたけど玉ねぎとトマトとタコ入れて、で今のオリーブオイルかけて塩と砂糖と酢でできちゃう。夏にさっぱり。しかも酢は体にいいんですよ。中身もおじさんです。見た目もおじさんってこと？あ、食べ物の趣味か。おじさんだと思う。だって、いや私ねずっとねなんか岐阜でね買ったのがあるんだけど、なんかもったいなくてまだ開けられなくて。見て、絶対美味しいと思うの。キムチニンニク絶対美味しいじゃんこんなの。でももったいなくてまだ開けられないの。早く食べたい。電話誰？電話誰？絶対美味しくないこんなの。電話かかってきて誰か。でも本当にニンニクを許してくれる人と私は絶対に付き合いたい起きて、寝て起きた後のでニンニクめちゃくちゃやばいじゃん口。でもそれを許してくれる人と付き合いたい。絶対美味しいよね。早く食べたい。
ちょっと電話かかってきたから電話番号を調べる。うん、私電話番号全然登録しないからさ。ウォーターサーバーの勧誘だって。なんで？あ、5分経ってる。もういいかな。一回パスタこのまま放置するんで。一回パスタはちょっとこのまま置いといて。さあ炒め始めるわよ。でもちょっと生のニンニクがないのでこちらのニンニクで今日は代用します。ということでオリーブオイルを敷いて。でもさ、こういうさ、なんだろう、チューブのニンニクっていつ入れたらいいんだろう。ここでもうさ、最初に炒めちゃっていいのかさ、生のレモンもないのでポッカレモンで代用して、このもうチューブのニンニクって入れちゃっていいのかな。やっぱ香りつけるのが最初だよね。めっちゃ跳ねるんだもん。でも嫌い、ここ跳ねるなって言いながらいつも。缶詰もいっぱい入れます。とかパスタ用のトングが欲しい。なまった。パスタ用のトングが欲しい。なんかだからニトリに行きたいの。ニトリとかになんかもうキッチン用品をマジで揃えたい。こうやって毎日料理するといつも思う。待って、嘘、しんすけさんしてほしい。14分寝坊って、ありがとう、くまさんタワー。でもちゃんと偉いです、報告してくれるの。ありがとうございます、クマタワー、ありがとう。メモします、ありがとう。わざわざ言わなかったら私気づかないから全然いいのにね。今日スーパーにうなぎめっちゃ売ってたわ。でまずタコを入れます。わーやめてやん。
もういつもこうやってパスタ作るときこうなる。もう洗い物もしたのにめっちゃ油飛んでるし。そうだ、そうなんのよ。水気切ってなかったからです、ちゃんと。そしたらもうパスタ入れます。早いけど、ただのバカです。ゆで汁も少し加えて炒めます。ピッキュピッキュ、うるさい。タコちょっと焦げちゃった。めっちゃ油飛んじゃった。おバカさんだわ。なんか茶色だな。ここでレモンを入れます。で、オリーブオイルします。で、塩コショウをします。焦げた色してんのよ、全部バカチン。こうやって洗ったものをね、また洗い直さなきゃいけないおバカさんになるんです。私は全部油が飛んで、いいんだ、後で洗いますから。じゃあ料理できるのよ。料理できるんだけど、ちょっと今日は水気切るの忘れてたっていう大失敗を犯したの。いいんじゃない？なんかこんなんだ。こうなるのよね。どうしようかな。やばい、そんなこんなしてるうちにあと5分。めっちゃなんか焦げっぽい色になっちゃったけど、ペペロンチーノの色してない。なんか料理失敗した人みたいで嫌だな。いや、味は絶対美味しいんです。美味しいんですよ。美味しいんです。はい、タコのペペロンチーノ。嬉しい。そんな、こんな私でも同棲したいと思ってくれてる人がいるんですね。ちょっとレモンかけておきます。あー嬉しいあー嬉しいわ。ちょっとマリネ、マリネどうしようかな。お皿に入れた方がいいよね。そりゃそう。お皿に入れようと。その前にちょっとキッチン、もうベトベトなんですけど。
いい感じのお皿に盛り付けてみようと。うん、マリネがいい匂いする。やばい、ランキング読みたい。めっちゃ少用になっちゃった。なんか持ってみたら、よし、じゃあちょっと一旦ランキング読むわ。13位リボンさん、12位マイケイさん、11位玄米茶佐藤陽希春樹4月16日がちーべさん、10位斉藤あいんちさん、19位ダイヤくん、8位ペロペロチーノさん、7位まさくん水ワン、6位ヨッシーさん、5位まちゃひろさん、4位ロロさん、3位エメムルールズアットマーク名古屋の夜と人生に乾杯さん、2位イナジアットマークいつでも言うのを彩りますさん、1位しんすけアットマークなとり丼朝捨て干し時間14分寝坊ごめんねって、ありがとうございます。熊田はありがとう、ありがとうございます。ってことでちょっと向こうに一瞬移動しますわ。コップも欲しい。お。ってことで今から私は寂しく一人でご飯を食べます。30分ではさすがに作れなかったわ。作って食べることは不可能でしたね。よいしょ。次は9時半からカラオケ配信です。2日目です、イエーイ。なのでなんか歌ってほしい曲あったらリクエストよろしくお願いします。ということで改めて今日はマリネと、うん、ちょっと茶色いけどペペロンチーノ作りました。イエーイ。自炊生活順調ですね。ということでまた写真載せて食べます。いただきます。ってことでそれじゃあまた9時半にお会いしましょう。カラオケ見に来てください。バイバーイ。切ります。